こんにちは、おなるチャンネルのマサです。ボーナー、ボーナー。野球盤で出た食材で1キロ大食いということで、野球盤は今後でたくさんいろんな企画に使っていこうということで、はい、ちくわしましたということで、今回はここのマスがせっかくあるので、はい、ガチャ要素を含めていると、はい、ここに今いろんな食材を書いて出たもの1キロ食べたいと思います。だからここで打つんでしょ、これ投げて。そうそうそう、打つ、打ってこのどっかに入るじゃん、このね、はい、で、その食材1キロ食べていく。ここはなしにしよう。ここはなしですね、さすがに、はい、だから今日はあの守備お休みです。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。ということで、こんな感じで配置してみました。センターにあえて配置するところが、うん、エンターテイナーです。米とかはパスタとかは分かるんだけど、うん、チーズとか椎茸とか明らかにさ嫌いなものが入ってるっていう。チーズ嫌いな人いないやろ、誰その変人。偏見です、それよし、行くぞ。決めるぞ。これかかってるから、ね、かかってるよ。よし、なんでエンドは嫌です。はい、会えたかと思った今。ということでね、まあ今回米でーす。はーい、とりあえずこの砂糖のご飯が 200g なので、これ5個各自。今回は1人1キロにしますよ。しかもご飯おかずなし。なしです。つらつらいです。いただきます。だから砂糖でしょ結局。糖です、糖です。1時間フーフーしないと食えねえよこんなお米だけ食べることないから、うん、親しい人が急に心強かったり頼もしかったり気遣いできると、ああの人って意外とこういう一面あるんだっていう感じがさ二口でそんなこと感じてたやべえやつだな中日の小笠原投手、あの人超お米好きでトースターのように白米もするし。トースターじゃないでしょ、トースター。あ、トースター炭水化物、炭水化物。太るだろってすごいね、美味しいわ、お米。はい、じゃあ2つ目いきましょう。さて、2個目ですね。結構きつい。お腹的にはきつくなんないよ、うん、もちろんね、精神的ダメージが。なるほど。うどんでも酢うどんでしょ。まあ、酢うどんだけど、酢油の味だね。酢油の味を入れてるから、あれは確かに。これも塩とか醤油とか振ってたら違った。違うな。ほんと米が主食の国でよかった。俺ヨーロッパとかで生まれてたら多分今頃後悔してるもんくっそ、米が主食の国に生まれたかった。逆に生まれたら逆のこと言ってそうだけどあとでもちょっとやってみたいなっていうのは、フルーツタリアンっていう人かな、ベジタリアンじゃなくてフルーツしか食わない人、あの生活ちょっとやってみたい。肉とかさ食っててさ、最初美味しいけどさ、あ、もうちょっと肉のゴムみたいな食べてる感じするなのとこ今。あー、行くか、3つ目行きましょう。3つ目だー。もういい、もう僕やめます、ここで。じゃあリタイア。いやいや、ダメです。リタイアです。大食いで、ゆうやが先に負けることないもん。この前さ、俺らがさ、米一粒ずつ食ったらお腹いっぱいになるのかならないのかっていう企画やろうぜって言ってたら、はじめさんがやってたね。ギガマックスだったけど、うん、さすがって思ったね。佐藤食品工業株式会社新潟だ。さすがやっぱ新潟だね。新潟だね、うん、熊本にもあるよ、なんか有名なやつ。そうなんだ、うん、てか熊本で思い出したけど、熊本美人多すぎ、わろたな、マジで、うん、だからそういう感じで秋田行きたいかも言われてんじゃん。ダメです、次から福井です。いや、なんなら名古屋だ。名古屋ですだけどなんかまずくはないのに辛いっていう感覚だよね。きつい。カン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 。ちょっと視聴者さんにお願いしますか。じゃあお願いしましょう。おかずを一品許してください。あ、よし。あとついでに聞きたい、これさ本当に俺の疑問なんだけど、大食い企画を楽しみって言ってくださる方はたくさん食べてるのが好きなのか、辛いのが好きなのか、ちょっとぜひコメントお願いします。それによってはさ、でも視聴者さんが喜ぶんだったら、たくさん食べれないしな、俺だっていうかって今思っちゃった。そっちの楽しみで見てくれてたとしたら、もう常に申し訳ないよな。確かに、確かにそうだよ。もっと食えよ常に。あまりにもきついので、ちょっとおかずを一品だけ許してください。これは許してくださいよ。じゃあ俺いからいきます、はい。あれ？アウトです。ホームラン！これあれですか？おかず全部ですか？ちげえ。ああ！
こっちじゃなくてよかったな。海苔の佃煮です。塩辛、イカ明太、明太子あたりを狙う。はい、ホームランです。おお、来たやったー、ね、その明太子来ました。明太子ね、おっけー、やっとね。結構腹溜まってきた。結構腹は溜まってきました。ってことはまずいな。5個目に差し掛かるあたりで、あのあれが来る。あれが、はい、これ X2 乗ね。はっ、食えよ。ゆきりるさんが確かそういう例えしてたんだよね。なんかそう、確か大食いなんだけど、なんかお腹の溜まり具合ってなんか Y イコール AX というかこういう感じで比例すると思うじゃないですか。じゃなくて Y イコール AX2 乗なんですよ、みたいな。俺らがいつも言ってるこれね。ちゃんと言うのね。うん、デリシャス。明太子の使用速度早くね。全く同じことだ。ほぼ2つあんのにこれしかない。ね、あ、オナイツ、オナイツです。やべー、きつい、きつい。4つ目完食しました。なかなかハードだこれ。4つ目完食。もう1回じゃこの辺で。そうだね。はい、ということで許さないできます。お願いします。あー、きたー。お助けアイテム、茶、茶です。おいよー、大食いできる人ってどうなってんの。マジでどう、なんで食えんの。知らねーよ。長えよ、雑談が長え。海苔の佃煮そのペースで食い切れる。ダメじゃん。食い切ることを前提としたらこれきついだろ、どう考えても。ペース配分大丈夫かなと思って。いや、だからなんでそのルール入ってんだよって話だよ。なんでこんだけ。いや、もう食えるよ、食える。最後はルールにのっとり白米だけでいただきます。やべー、俺もあとこんだけ、こんな、ずるくない？俺まだあとこんなあるな。量が違ったんだろ、ずるだな。終わったー。ほら、みんな高評価をしてマサを応援するんだ。グッドの前、グッドの前、グッ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 ドの前、グッドの前、グッ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 ドの前。終わりはい、今日の1キロはいかがだったでしょうか。お疲れ様でした。はい、テンションがすごいね。まあこんなのもやってってのがあったらぜひコメントください。はい、お願いします。また明日。バイバイ。